ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2019ステージ2兵庫。波乱の幕開けとなった2019シーズン、激戦の期待が高まる中、神戸国際展示場にて開催されました。ゲームオー。安定の強さを見せる鈴木みくるプロを追うように、足立夏樹プロ、斉藤直美プロ、木村真理子プロ、宮脇美宇プロなど、開幕戦に続く勢いを見せた選手も結果を残したジャパンレディース。そんな中、ファイナリストとなったのは開幕戦優勝者、絶対女王鈴木みくるプロ。セミファイナルで予選から勝ち上がった西牧千鶴子プロを3対0で下し、この日1レグも落とさず決勝進出。対するは2018シーズンステージ7以来の決勝進出となる斉藤直美プロ。セミファイナルにて木村真理子プロを制し決勝へ、絶対女王攻略なるか。みくる、今日は自分の中でもあんまり良くない部分もあったんですけれども、きちんとそれを抑えつつ決勝まで来れて、そしていい結果で終われてホッとしてますね。今年度はスーパーダーツのこともありますし、少しでもポイントを取りたいというのがやっぱりそこを目指してこそかなと思うので、しっかり取っていきたいなと思ってます。たくさんの人が残っていただいて、応援していただいて本当にありがとうございました。ステージ2兵庫の上位8名、ジャパンレディース8の称号を手にした選手たち、そしてポイントランキングはご覧の結果です。一方、開幕戦を優勝し今ステージも勢いを見せる大城正樹プロ、それに対し、ザハツネキプロ、カスヤススムプロ、榎俣慎吾プロ、勝見翔プロなど、ジャパンスタート当初から第一線で戦う選手の活躍も目立った大会となったジャパン。そんな中、決勝に駒を進めたのは、2018シーズン年間ランキング2位の実力者、柴田豊和プロ。クォーターファイナルでは、前回優勝者の大城正樹プロに勝利。さらに、セミファイナルにて予選から高い集中力で勝ち上がってきたザハツネキプロを下し決勝進出。対するは予選から勢いに乗り勝ち上がってきた馬場義久プロ。セミファイナルにて同じく予選から強さを見せてきた勝見翔プロを撃破。ジャパン初優勝を飾ることができるか。本当にしんどい試合ばっかりだったんですけど、逆に集中を切らさずできたので良かったかなと思います。いや、もうただただ緊張したんで、はい、もう嬉しいです。本当に応援してもらってありがとうございます。優勝できました、ありがとうございます。ジャパン初優勝、馬場義久プロでした。おめでとうございます。
ステージ2兵庫の上位16名ジャパン16の称号を手にした選手たち、そしてポイントランキングはご覧の結果です。次回はステージ3岐阜、ジャパン初開催の地でどのような熱戦が繰り広げられるのか注目です。